左の好打者石井。どうだと言わんばかりのストレートです。いい球ですね。さあ、あのボールはなかなかずんとこう切れそうですよね。変化球よりこれよ、やっぱり。いや、あの G サードでもまっすぐでいって変化球ガーンと無理に引っ張ったような感じですよ。ほら、いやもうバットの上、ボールが通過しています。だからピンチになった方が腹決まるんですよ、はい、早いっすもん。全然こんなもん遅れてるもん。追い込みました。スイッチが入ったようになってきました。これこれこんな変なね、あの分かっとせんでるいいですよ。分かっとってこれやもん、これね。はい、これは惚れ惚れするようなボールでした。藤川球児のストレート、代打をまた起用します。ランナー二塁一塁、ワンアウト。9回表、西武ライオンズ、ボカチカです。まあ、8番、9番を務めるようなことが多いボカチカなんですが、ホームランも11本打っています。153キロのストレート。いやー、何かピンチを背負って、いや本当に湯船さんがおっしゃるように藤川らしさが出てきました。まあ、らしいですよね。はい、あのサイン分かっててもいいと、うん、で狙うところも、まあ、今の球ですけど真ん中ですよね。お気味のいい可能のミットの音が響きます。ツーアウト、ランナー二塁一塁。こんな球ね、はい、みんな投げてみたいでしょうね、打ちたいなって。そらそら、バッターは速いなと思ってるからね。代打、ベテランの江藤です。21年目のベテラン江藤、39歳の江藤が打席に立ちます。46,160人の観客が集まりました。なかなか上昇気流に乗っていけないチーム状況の中、交流戦、去年の日本一西武を相手に勝利までいよいよあとアウトカウント1つ。フルストライクのボール、152キロで追い込んできました。もうバットとボールの接触音はしません。藤川の白いボールを受ける加納のキャッチャーミットの音だけが響き渡ります。
勝利投手になり、そして守護神藤川球児に西武がつく。理想的な展開で勝ち星をつかみました。4対1、阪神タイガース、去年の日本一西武に対して白星をつかみました。檜山の同点タイムリーもありました。さらに関本の勝ち越しタイムリーありました。阪神4対1、西武を下しての1勝です。下柳、今シーズンのこれが4勝目ということになります。いやー